どもども、試験に出る三国志、のお時間だぜ。今日もよろしくね。最近、パリピ孔明、のアニメがすごく注目を浴びていて、三国志ファンとして非常に嬉しく思う今日この頃です。というわけで今回は、そんな諸葛孔明とも縁の深い、とある蜀漢の重鎮の解説をやっていこうと思っているぜ。諸葛亮の解説をしよう、って流れにはならないのね。やってもいいけど、解説動画の再生時間がそれこそ1時間とか2時間とかになるから、大変すぎるんだよな。あ、聞く側も大変なので、今日は大丈夫です。というわけで今回触れていくのは、李玄、という人物だ。劉備から諸葛亮と共に工事を託されたとされる重鎮で、諸葛亮に次ぐ存在として、蜀漢を支えたという人物だぜ。しかもその地位にふさわしいだけの能力も持っていたぞ。しかし晩年になると李玄は制裁を書き始め、ミスを重ね、諸葛亮の北伐をも邪魔してしまうようになってしまった。地位におごり、最終的に全てを失い、庶民に落とされる。今回はそんな李玄を、深掘りしていこうと思っているぜ。有能な人材だったのに、どうしてそんなことになってしまったのか、確かに気になるところは多いわ。そんなわけで今回は4つの項目に分割して、李玄の生涯と業績を解説していこうと思っているぜ。いつもの通り、個人的な考察やら視点も含むので、そのあたりについてはご了承いただけると幸いだぜ。動画の最後におさらいテストもやっているから、コメントなどで回答していってくれると嬉しいわ。というわけで張り切って解説へレッツラゴー。それでは最初の項目、慶州から益州に触れていこうか。なお、李玄。あざなお、西方。慶州南陽郡の出身だぜ。五漢の末期、天下が乱世の色に飲み込まれていく中で、中華の中心とも言うべき慶州に割拠した群雄が、劉瑤、だ。慶州に生まれた李玄は、自然な流れでそんな劉瑤の勢力に属すことになるぜ。李玄は若い頃から有能であると評判で、劉瑤の下でその才能を遺憾なく発揮。慶州のいろんな土地の県令を任され、結果を出し続けていたとされているんだ。県令というと、その土地の責任者っていう立場よね。李玄はそんな職務も軽々とこなしていったと。すごいわね。いろいろと悪いイメージもある人物だが、その能力が優れてたっていうのは、間違いないものだと思ってくれていいぜ。こうして失敗もなく、順調に功績を積み重ねていった李玄であったが、ここで大きな困難が訪れてしまう。それは、曹操の侵攻、だ。華北の王者、袁紹、を下して、一気に天下の大半を掌握した乱世の覇者である曹操、が、天下統一を目指して南進を開始。その目的地こそが慶州であったぜ。当然、李玄も大きな影響を受けることになる。そういえばこのタイミングで劉瑤も没したのよね。慶州はまさしく大きな変革に巻き込まれつつあったと。劉瑤は自分亡き後、客商の劉備を中心として曹操の侵攻に抗うべきとの意向を示したが、劉瑤の後を継いだ劉曹は、側近たちの勧めもあり曹操に降伏。反曹操の旗印であった劉備は劉瑤の旧臣の一部と共に、東に逃れていったぜ。そしてこの時、李玄は、四季、という土地の県令であった。この土地は、益州と慶州をつなぐ一本道にある要所だったぞ。おそらく李玄も反曹操の立場であっただろうが、この地から劉備に合流することもできず、自身は西へ逃れていったぜ。なるほど、このタイミングで劉備に仕えたっていうわけじゃなかったと。こうして李玄は益州に移ったのね。益州に近い地の県令だったという経緯もあり、何かしらのつてがあったんだろう。抜け目がないというかなんというか。慶州から逃れてきたわずの李玄は、益州の優勝、政権に加わり、すぐに、生徒、の県令に任じられたとされている。この生徒は益州の要であり、いわば優勝政権の人だぜ。確かに李玄は慶州の優良政権での実績がある人材だが、言ってもただの亡命者だ。このあたりから李玄の政治的な手腕の非凡さが、なんとなく伺えるような気がしているぜ。別の政権に移っていきなり重要なポストに就任した、と、身の立て方みたいなものが、すごく優秀な人物なのね。というわけで次は、そんな李玄がどのようにして劉備に仕えることになったのか、という話に移っていこうかな。
さて、李玄が去った後の慶州の話だが、実は大軍を擁する曹操は、劉備と孫権の連合軍に敗れ、退却してしまうんだ。その後、慶州南部から曹操軍を追い出して、実効支配を始めたのが劉備であったぜ。曹操軍の撃退に貢献したのは、まあ、孫権軍によるところが大きいっちゃ大きいんだけど、そのあたりはお互い合意の上の話なので、仕方ないよね。合意とは言っても、お互いが納得しているっていう感じではないのが、この問題の厄介なところなのよね。慶州南部を抑えたということは、慶州と益州をつなぐ道を確保することができたわけだ。かつて李玄が県令を務めた、あの要所、地域を抑えることができるわけだからな。つまり劉備は、西への拡大路線を進められるというわけだ。そんな劉備に呼応するように、益州の内側でも動きがあり、劉璋を裏切って劉備を迎えようという人物が現れ始めるぜ。それが、張昭、方正、毛達、といった劉表政権の臣下たちだ。彼らはいわば、劉璋に不満を覚えているという立場だった。詳しい確執は劉璋の解説で触れているのでぜひぜひ、それで、そういえばなんでそうなったんだっけ？簡単に言うなら、劉璋はうまく益州を収められなかったという話だ。加えて曹操が西の領州にまで勢力を伸ばし、益州の目の上の炭鉱部であった漢中軍の後鳥羽道も勢いが盛んだったりと、問題が山積していたわけだぜ。そこで劉璋は張昭らの勧めに飛びつき、劉備を益州に招き、曹操や後鳥羽道の対応を任せようとしたとされているぞ。しかしこれが悪手だった。劉備は劉璋の懐に潜り込むと、そのまま益州を手中に収めんと、侵攻を開始したんだぜ。まあ、当然といえば当然みたいな話なのよね。それでこの時、李玄はどのように動いたのかしら。劉璋の覚えもめでたく重要されていた立場であった李玄は、この劉備軍に抗うために、五軍に任じられ、要所である、面築の守備を委ねられたぜ。面築といえば生徒を守る重要な関所だ。蜀漢滅亡時に諸葛戦が守った土地だな。魏の名将、東外の侵攻を防ぐために、残存戦力をすべて投入し、諸葛戦が堅守したとされる土地が面築だったわね。そのことからも李玄が非常に劉璋政権下で重用されていたということがわかるだろう。しかし面築はすぐに降伏した。それだけ劉璋から人心が離れ、劉備が張昭や方正を通じて、益州での人心掌握を進めていたというのがよくわかるな。加えて李玄からしても、劉備に振るメリットは大きかった。劉備政権の中核を占めているのは慶州出身の名士たちであり、李玄はもともとその慶州に属していた人物だぜ。その出自から劉備政権に加わるのはそう難しい話ではなかっただろう。慶州名士としての出自もあるし、益州の出身者とも顔なじみだし、確かにこれなら冷遇の心配も薄いかも。こうした経緯もあり、劉備は劉璋を下し、益州を掌握した。その後、慶州名士を諸葛亮が、旧劉璋臣下や益州名士を、方正が管轄するというような組織構造で、劉備陣営は天下に名乗りを上げることとなっていくんだぜ。さて劉備は益州を平定した後、北方の漢中軍へ侵攻を開始。漢中軍は曹操軍の西方の都督、夏侯淵が守っており、さらには曹操自身が援軍を率いて駆けつけようとしていた。ちなみに李玄はこの戦いには参戦していなかったぜ。劉備の最大の戦いとも言える漢中争奪戦なのに、蜀漢の重鎮となる李玄が参加してないのは不思議かも。李玄はこの時、成都の南に隣接する建威軍の大衆になっており、いわば留守役を担っていたというわけだ。そしてちょうど、劉備主力軍の不在を見て、益州の南方の不服住民が数万の兵力で反乱を起こしたとされているぜ。この時、李玄が動かせたのは5000の兵力のみ。兵力差は明らかであったが、李玄は援軍も壊す、徴兵もせずに。その5000の兵力を迅速に動かして反乱軍を鎮圧したんだぜ。この功績により、李玄は高く評価されることになるわけだ。主君の留守を無事に守り抜くことって、めちゃくちゃ重要なことよね。李玄はそれを、やり遂げていたと。劉備は漢中争奪戦に勝利し、漢王朝の始祖、劉邦に倣い、漢中王に即位。こうして益州では劉備を中心とした。国家づくりが行われ、蜀化という法律が制定されるんだ。李玄はこの法整備の編纂にも加わっていたとされている。
行政官として、武将として、政治家として次々と功績を立て続けた李元はこうして劉備陣営の中核に参与していく。そしてこの当時、死刑囚名士のまとめ役であった法政が没する。おそらく李元がその後任に目された、と推察するぜ。慶州名士としての出自はあるけど、一時は優勝進化として、駅州名士とも関わっているし、確かに適任と言えるかもね。法政と諸葛亮は少し対立していた雰囲気があったけれど、法政が没した以上、諸葛亮の優位は揺るぎないものとなった。そうなると諸葛亮や慶州名士に配慮しないといけないから、そういう意味では、李元はまさに適任と言えるだろうぜ。おまけに李元はしっかりと功績も積んだ有能な人材だしな。こうして李元は諸葛亮に次ぐ立ち位置を確保したわけだ。ただここで、順調な歩みを進めていた劉備陣営に、突如として暗雲が立ち込める。それが、慶州の陥落、だぜ。漢中争奪戦に乗じて、劉備軍の筆頭武将である関羽が慶州から北上し、その背後を孫権に襲われたって事件ね。そうだな。同盟関係にあったはずの孫権軍が、突如として関羽の背後を襲って慶州を奪取。関羽は敗死してしまう。劉備はこれよって報復のために慶州奪還の決戦を行うが、この決戦に敗れた蜀関羽は、大いに国力を損なったぜ。あまりの大きな敗北に劉備は衰弱し、病に伏してしまう。自らの指揮を悟った劉備は、諸葛亮と李元を呼び寄せて、二人に工事を託したぜ。こうして223年に、志半ばで劉備は法要。息子の劉禅がその後を継いで、即位したんだ。李元はあの諸葛亮と共に、劉備に工事を託されたのね。聞けば聞くほど、本当に超重要人物って感じがするわ。それじゃあ次は、蜀漢の重鎮、となった李元がどのような活躍をして、どんな功績を残すことになっていくのか、という点について触れていこう。あの諸葛亮に次ぐ立場で、17歳の皇帝、劉禅の補佐を任されることとなった李元。222年には中央官僚の筆頭閣である、尚書令に就任。223年には、中都後、となり、駅州東部の軍事を統括し、孫後の動きに備えたぜ。劉備が法要すると諸将を指揮する仮説の権限が与えられ、高禄勲の位が加えられたとか。一気に国政の重鎮へと、出世を重ねているわね。でも今の蜀漢の現状はあまりにも厳しいものがあるわ。そうだな。劉備が慶州奪還のために及んだ孫権との決戦、異様の戦い、での敗北の板では、致命傷に近かった。劉備陣営の根拠地である慶州を失い、主力軍はほぼ壊滅。さらにこれで、義と呉の両国と敵対することになったわけだ。そんな中で、駅州南部が再び蜀漢に対して反旗を翻したぜ。呉の援助を受けたこの南中地方は、劉備の法要と同時期に、建寧軍の豪族、楊外を中心として、南中地方の数多の豪族が一斉に立ち上がったんだ。まさに泣きっ面に蜂だな。横山三国志とかでは、南蛮と呼ばれてる地域のことね。まさに蜀漢はここで、国家存亡の危機に襲われていたと。この時の蜀漢の対応は非常に弱腰で、国政の重鎮である李元がわざわざ楊外に書状を送ったとされており、その内容も考え直してくれ、とただ説得するだけのものであったとか、それだけ国が弱っていたわけだな。ただ、その裏ではあの諸葛亮が着々と準備を進めていたぜ。反乱勢力への援助を断ち切るべく、孫後との国交を回復し、愛弟子の馬謖とともに、南中の反乱鎮圧に向けて戦略を構築。こうして諸葛亮は一気に反乱軍を殲滅し、国を守ったんだ。滅亡に両足突っ込んでいた国家を、瞬く間に立て直す。諸葛亮の異次元さってこういうところにあるわよね。この南中反乱を鎮圧した後、李元は前将軍へと昇進する。これはかつて関羽がついていた将軍位であったとされるぜ。諸葛亮の異次元の働きにより、滅亡の危機に瀕していた蜀漢は立ち直り、出征を行えるほどに国力を回復させたぞ。こうしていよいよ諸葛亮は北伐に動き出すことになる。漢王朝の再興を国是とし、義国征伐を目指した一大決戦。この北伐にいよいよ挑むとなった際、諸葛亮が組み立てた戦略の要は毛達の離反であったとされているぜ。元は蜀漢の武将だったけど、義に寝返って、要所である重要の守備を任されていた毛達を引き込もうとしたのね。
まさしく、その通り。常陽は蜀漢の軍事拠点である漢中と、孫呉が擁する慶州北部をつなぐ、極めて重要な要所であった。同盟関係にある蜀漢と孫呉が歩調を合わせて、一斉に義陽へと攻め込む。これが諸葛亮の目指した大戦略だぜ。そのためにはまず、毛達を引き込まないといけなかった。そこで李玄がまずは、毛達に対して書状を送ったとされる。自分は孔明と共に重責を担う身、良き助力者を得たい。と。こちらに来れば相応の席を用意すると示唆してるわけだな。諸葛亮は国政のトップ、李玄はそれに次ぐ重鎮という席次。毛達にはこのレベルの待遇を用意すると言っているわけね。加えて諸葛亮が毛達に送った書状には、李玄のおかげで今、国政は筒がなく動くことができていると記されていたぜ。李玄と毛達は旧友好臣家としての信仰もあっただろう。そして諸葛亮はその李玄に多大な信頼を寄せているわけだ。確かにかつて諸葛亮と方正は対立し、その方正に近かった毛達は、方正の死後に身の危険を感じ離反した経緯がある。おそらく諸葛亮はこの書状にて、李玄への信頼を記すことで、毛達の不安を解消しようとしたって思惑があるんだろうな。李玄は慶州派閥と非慶州派閥の架け橋的な存在として、蜀漢内部においてとても重要な立ち位置にいたわけね。しかも口だけの話ではなく、実際に李玄は北伐時においてさらなる役割を委ねられていたぜ。国政のトップである。諸葛亮が北伐に出るとき、必然的にその留守を預かるのが自責の李玄になるわけで、それ相応の役目が与えられた。益州東部を統括するべく、李玄の陣営は派軍甲州に移され、その指揮下に劉備以来の縮小である陳頭の部隊を置いたぜ。おそらく留守役というだけではなく、毛達が寝返った時、李玄がその後援を担うという役割も預かっていたのだろう。なるほどねー。すべて毛達離反に向けて動き出していたと。でもこの戦略は、惜しくも実現しなかったのよね。そうだな。毛達の離反を事前に察知した芝居によって、毛達はすぐさま討ち取られ、戦略は根本から瓦解したんだ。その後、戦略が瓦解したにもかかわらず、諸葛亮はすぐに路線を局地戦に切り替えて北伐を敢行したが、失敗したぜ。一気に各地から義を攻めるのではなく、西洋方面で小さく戦い続け、敵の領土を削いでいくことしかできなくなった。ここがおそらく蜀漢という国家の限界だったのだろう。そしてここから李玄も少しずつ、衰えが見えるようになる。いよいよ不穏な兆しが見え始めてきたというか、毛達を引き込めなかったのがこんなに響いているとは。それじゃあ最後の項目、泥沼の失敗、に触れていこう。今までは結構、李玄の優秀な面について見てきたが、実は少し危うさをはらんだ一面もあった。というのも李玄は、出世や褒章への関心が人一倍強かったという話があるぜ。李玄が諸葛亮に送った書状には、大いに登ってください、との旨の話が綴られていた。そもそも漢王朝というのは、優勢以外の人物が大いにつくことを、高祖、有宝、が禁止している。それを無視して大いについたのが曹操だな。そしてその曹操の息子である曹丕が、漢王朝を滅ぼして義の皇帝に即位した。これはなんとも不遜な内容の書状ね。諸葛亮にはその意思はなく、李玄の誘いをやんわりと受け流すにとどまったぜ。でなぜ李玄はこんなことをしたのか。例えば曹操に義公就任を持ちかけた当初は、曹操の爵位を上げて、公臣たちの働きに報いるべきとの意向があったとか。曹操のために尽くし、働いた公臣の地位向上を確約させるべく、曹操を義王として国を持たせ、建国の公臣に皆を表彰する。これが当初をはじめとした義の臣家たちの願いであったわけだ。とするとおそらく李玄も、それに近い考えがあったのだろうぜ。諸葛亮が王になることで、臣家を建国の功臣として遇する。李玄はその筆頭格として名を連ねたかった、みたいな。すでに国家自責である李玄が、さらなる昇進を望むのは難しい。諸葛亮を飛び越えるだけの功績が必要になるからな。しかし史跡にある諸葛亮がさらなる昇進を果たせばどうか、それに伴って李玄の地位もエスカレーター式に高くなる。諸葛亮王国の臣下になりたいというよりは、諸葛亮が王になれば自分は、それに次ぐ地位が得られるかもしれない。あくまで推測ではあるが、李玄の思惑はそういうところにあるんじゃないかなぁ、なんて思ったりするんだぜ。
今まで結構、スマートな印象の活躍をしていたのに、なんだかちょっとイメージが崩れていく感じがするわ。とはいえ少し考えてほしい。食官は一つの国家とはいえ、漢王朝の後継を称するにしてはあまりにも小さな国だった。国土は益州のみ。それなのに官僚制度は漢王朝を踏襲する。このいびつさが李元は受け入れられなかったのかもしれない。どれだけ大層な肩書きをもらっても、所詮は益州という辺境の中の話でしかないぜ。五漢王朝の官位に並ぶものではない。報酬なくして、大義のためだけに、命を懸けて仕事に励める人間は異常だ。だから李元の感覚はむしろ普通なのかもな。そしてそんな、異常、とも言える英雄が、自分の目の前にいたと。李元のやりきれない気持ちもわかる気がするかも。諸葛亮がそんな李元の気持ちを汲み取ってか、230年に李元は武漢のトップ格である楊貴将軍に昇進しているぜ。そして義国の大将軍である宗信が食官に攻勢を仕掛けると、諸葛亮は李元を呼び寄せ、共に漢中軍の守備についたぞ。そしてその際、李元が不在の間の益州東部の統括役に、李元の息子の李宝を抜擢し、父の代役を任せているんだ。諸葛亮はここまでして、李元への配慮をはっきり示したぜ。国内を一丸とするため李元の協力は不可欠だったんだろう。ただでさえ国は小さく厳しい状況なのに、史跡と自跡が揉め事を起こせば、基盤が揺らぎかねないわけだしね。そしてその翌年である231年に、諸葛亮は4度目となる北伐を敢行。魏軍は芝居を対象に据えて防衛に出たぜ。この時李元は北伐軍の講演を行い、兵糧の輸送管理の一切を取り仕切るという重要な責務を背負っていたぞ。北伐軍は今回の出征で初めてと言ってもいい。決戦での勝利をもぎ取って、戦況を優位に持っていったとされるぜ。だがここで諸葛亮に長雨で兵糧を届けられない、という報告が入り、それを信じた諸葛亮はやむなく撤退したんだ。せっかく、あの義軍から勝利をもぎ取った矢先に撤退を選ばないといけなかったというのは無念だったでしょうね。そうだな。しかし諸葛亮が帰還すると不思議なことが起きた。皇帝の雄然をはじめとした国内の面々が揃って首をかしげ、なぜ勝利したのに戻ってきたのか、と不思議がったんだ。すぐに諸葛亮は詳細を調べて、ことの次第を調査したぜ。すると李元が兵糧の輸送に失敗した件を隠蔽しようとし、国内には今回の総撤退を、敵を誘うための罠だと説明して、責任から逃れようとしていたということがわかったんだぜ。さすがにここまで来ると、李元に処罰を加えるしかなかった。兵糧輸送の遅れは厳罰に処されるものだし、普通ならこれは処刑にも相当するような大罪になるわよね。そうだな。今まで李元は、地位や財産に執着するような性質も見せており、諸葛亮は李元を用いることの損益で、損の方が大きいと判断。国の重鎮らと協議を重ねた上で、李元の地位の一切を剥ぎ、庶民へ降格させる処分を付すぜ。しかし依然として国内での李元の影響力は大きかったのか、それともまだ李元を用いることの益を惜しく思ったのか。李元は庶民に降格されても特に不自由しなかったらしく、息子の李宝は依然として、父の後任として重用されたんだ。物語チックに考えると、李元が諸葛亮の権威を保つため、あえて自分の身を捧げて尽くした、なんて展開もあったり。まあでも、李元の性質の危うさに関して指摘する逸話は多く残っていたりもするしな。展開としては熱いけど、ただそれと同じくらい、李元の才能を評価する話も多い。有能だが、内にトゲを持つ。これが共通する李元の評価だぜ。その後、諸葛亮は234年に5度目の北伐の最中で陣没。それを聞いた李元は、政界に復帰する道が途絶えたと悟り、息を消沈させ、間もなくして病にかかり没したとか。こうして食官は新たな世代へと引き継がれていくんだ。確かにその晩年の失敗は責められるべきものだけど、その政治的な存在感は、非常に大きい人物だったのね。それじゃあ、今回の動画のおさらいテストだぜ。これが解ければ試験に三国志が出ても安心だ。とりあえず、楽しんでいただけたならとても嬉しいぜ。
個人的な解釈も結構含んだ解説になっているので、別な意見や詳しい話があれば教えてくれるとありがたいぜ。こんな三国志の人物、戦争、文化などを解説してほしい、みたいなリクエストは、コメント欄で募集しているわ。いければぜひ、教えてくれると嬉しいです。それじゃあまた次回。バイバイ。